こんにちは、サラです。各 SNS とオリジナルコスメブランドミラジュムもぜひよろしくお願いいたします。今回はですね、廃盤になっちゃったけど愛用してたコスメをインスタのストーリーで募集させていただきまして、そこに多く上がったコスメをメルカリで新品を買ってきたので紹介していきたいと思います。もうやばいよ、ラインナップ、もう懐かしすぎて爆発しそう。ストーリーご回答くださった皆様ありがとうございます。早速いきますか。まずこちら、素顔スノーホイップクリームピュアホワイト SPF23PA3+、 柔らかホイップクリームが肌に溶けるとスッと肌の色に馴染んで元から白いような儚げ素肌感。この素顔はですね、ロート製薬が作っていたコスメブランドなんですけど、これね、私も知らなかったんだけど、2021年の7月1日にロート製薬の公式で取扱い終了のお知らせが出ていました。だから素顔は廃盤になったと思われます。では開けます。これはね、結構最近ですよね。学生が使う BBCC といえばこれっていうイメージがあります。逆に今の学生さんは何を使ってるの教えて。テクスチャーはね、結構ね固めです。毛穴埋め下地みたいな感じで、これに似てるテクスチャーは私あんまり触ったことないですね。キャンメイクの毛穴埋め下地とかしか知らないです。硬いんだけど肌にのせるとめっちゃ伸びる、サラサラ仕上がりだけど突っ張る感じはないっていう不思議な感触です。私はね、色付きの方を使ってたかな。でもメルカリでもなかなかなくてですね、今回このホワイトにしました。はい、こんな感じ。まあカバー力はそんなないけど、と肌が明るく見えます。はい、そして次こちら、ラブーシュカ、懐かしい、使ってた。ラブーシュカは結構後半のコスメを使ってたな。なんか赤いパッケージのやつとか。これがですね、ラブーシュカメルティングアイズ RD1 番なんですけど、2010年5月1日発売、13年前。作ってる会社がカネボーですね。カネボーだと系列コスメブランドが、プチプラだとケイトとか、あとドラコスだとプリマビスタ、コフレドール、オーブとかですね。デパコスだと RMK、 スック、ルナソルとか。今のビセっぽさもあるよね。こんな感じです。で RD1 って書いてあるんですけど、全然ピンクブラウン系。ちょっとだいぶ時を超えて私の元にやってきたコスメなので、質感がちょっと変わってるかもしれないけど、すっごい滑らか、しっとりしてて発色がいいですね。おお、香りは無印の化粧水みたいな匂い。この辺の色めちゃくちゃ可愛い。締め色だけめちゃくちゃ色が濃い。じゃあちょっと塗っちゃおうかな。新品とはいえ10年ぐらい時を超えてるけど、あーでも問題なく塗れますけど、あんま真似しない方がいいと思います。チップの感触が粗いですね。結構塗っててザラザラする感じ。経年劣化もあるかもしれないけど、今のチップって柔らかいんだなって思った。ちょっと平成の塗り方しちゃおう。ここに入れるやつ、うわー懐かしい、平成っぽ。であとここにね、くの字ね、締め色で、これはもう絶対よ。まあ今やっても全然可愛いですね。私の場合毛小ひだがちょっと目立つ感じになります。うわー平成だよ、このなんか垂れ目の感じ。はい、ちょっと念のため早めに落としておきます。念のためね。はい、次こちら、ブルジョワです。みんな買ってたブルジョワ。今はプラザで浸透してますけど、前はソニープラだったんですよ。ソニープラザ、ソニープラで行ってみんなこぞって買ってました。これがね、ブルジョワパステルルミエール34番。これアットコスメの口コミ数すごいよ、558件。発売日2003年で、日本撤退が2014年ですね。そもそもブルジョワは1863年のフランスパリで誕生した老舗メイクアップブランド。1913年にこのチークの初代が誕生したらしい。めちゃくちゃ老舗。1999年に日本法人設立して、バラエティショップを中心に販売。撤退した理由が、競合が激しい日本市場において欧州に合わせた製品開発をしていたため、日本の消費者の高い
い感度やニーズにフレキシブルに対応できず、ここ数年は業績が厳しかった。日本法人のスタッフも日本市場撤退を突然知らされ困惑している状態と語ったそうです。最近海外ブランドの撤退結構早いですよね。でもまだパリでは普通に売られてるってことよね、きっと。では開けていきます。おっとっと、へこんだカーブ状のブラシが入っていました。うわー、この感じ多分平成のギャル全盛期の人は今むせび泣いてると思う。すごい、ここにぴったりはまりますね。うわ、海外の匂い、海外のあのお香みたいな。あー、なんか嗅いだことある気がする。こんな小さかったっけ、なんかもうちょっとサイズ大きかった気がするんだけど。触り心地はアイシャドウって感じ、固めの割とツヤ感があります。これ私にぴったりの色じゃない？結構粉飛び激しめ、いいですね。チークにしては香りがかなり強めです。可愛いですね。ミニ鏡もついてて、このサイズ感いいね。こんな感じ。これね、マスクしてたら結構きついと思う、匂いが。とブラシがだいぶ硬いです。仕上がりとっても可愛い。はい、そして次、アラサーの皆さん、お待たせしました、こちらです。もぎたて果実ストロベリーの香り、これもロート製薬ですね。カトゥーンが CM しまくっていた、そして女子がみんな持っていたリップクリームです。ちょっとまだね、匂い嗅いでないから楽しみ。香りって一番記憶に結びつくって言うじゃん。匂い嗅いだらちょっと思い出が走馬灯のように出てきちゃうかもしれない。天然潤い成分、天然果汁、蜂蜜入り、ビタミン C、E、誘導体、ビタミン A、U 配合、 UV カット、 UV カットだけど SPF 書いてない。開けますよ。あとね、グレープの香りとかがあってたんだけど、多分一番人気がイチゴでした。うわ、このデザインなんかこんなだったっけ。ハイチュウの匂い、めっちゃいい匂い。これ誰かが使うと分かるんだよね、今リップ塗ったっしょって。香り付きのリップクリームって今なかなか買えないからさ、ちょっともう一回出してほしいよね。今のさ、香りリップクリームっておしゃれじゃない？チャイとか抹茶とかさ、うちらが欲しいのはイチゴとかブドウとかだから。あ、塗ります。とろける感じで、潤い感もバッチリ、唇がいい匂い、教室を思い出します。はい、もうこっから全部リップです。次こちら、はい、これももぎたて果実と同じぐらい流行っていたメイベリンのベイビーリップスピンクグロウミックスベリーの香り。これがね、アットコスメ口コミ数1227件、相当流行ってましたね。ちょっとピンクに発色します。塗った瞬間あなただけのピンク色に色づく、ツボクサエキス配合、印象を見違えるような柔らかな健康的唇に。流行りの歯科エキスがこの時すでに配合されていた、最先端ですね。夏匂い嗅いでいきます。あー、もぎたて果実よりは控えめだけどいい匂い、いちごヨーグルトみたいな香り。はい、塗るとピンクに変化します。塗り心地もいいし、確かにこれ学生の間で流行るわ、ちょうどいい発色。これもね、今なんでないんだろう、やっぱ安すぎるのかな、330円とかだから。そうすると売り上げが厳しいんですかね。はい、今ティッシュで拭き取ったんですけど、こんぐらいうっすらピンクに発色してます。そういえば発売日見るの忘れてた、もぎたて果実は発売日書いてないです。メイベリンが2012年8月発売、11年前だ。じゃあ私が大学生ぐらいの時に流行ったんだ、これ。はい、そして次こちらです。ロレアルパリ、ロレアルパリが撤退するとは誰も思わなかった。結構日本受けの商品もあったんですけどね。ロレアルパリユイルカレスの807番、これ私動画作ってなんか投稿してたな、5年ぐらい前に。発売が2016年だから7年前発売ですね。じゃあ7年前に私動画作ってたってこと？そんな前？時の流れ怖い。開けます。あー、これはだいぶ記憶新しめですよ。イヴ・サンローランのリップに似てるってことで結構話題になりました。このアプリケーターが唇型になってるんですよね、懐かしい。香りはね、結構控えめで、なんだろう、意外とフルーティーな香りです。塗る前の中の液体はブルーなんだけど、塗るとちょっとピンクに変化します。塗り心地が軽くてツヤツヤになるので、これ好きだったな、かわいい。はい、次、さらなる懐かしリップ、これは結構持ってた人多いはず。こちら、キャンメイクユアリップオンリーグロス02。これはね、
発売日2015年なので、8年前発売、さっきのユイルカレスより前なんだ。とにかく色が変わるリップが流行ってた記憶がある。ジバンシーの色が変わるグロスに似てるみたいな感じでも話題になってたかな。開けていきます。これアットコスメ口コミ数2467件。見て、懐かしすぎる。2番がラメ入りなんだけど、超かわいい。香りは無臭です。ユイルカレスと似てるトゥヤトゥヤリップになります。これもピンクに変化します。ちょっとピンクになってきたかも。グロスもね、流行ってましたからね。リップもグロスもこれ1本で済むっていうのがね、便利でした。あとティントが割と物珍しかった。ラメ見えるかな。ほんのりラメがいる感じ。はい、最後こちらです。ランコムのジューシーシェイカー301番、メリメロン。これね、本当は2層に分かれてます。でシャカシャカ振って使うリップなんですけど、ちょっとさっき振ったからね、混ざったまんまになっちゃった。これも流行ったよね。発売日2016年、さっきのキャンメイクのグロスと同じぐらいですね。これは私よりも先輩の YouTuber さんたちがみんな紹介してて、マジ憧れのデパコスでした。アトコスメ口コミ数875件、シェイクするたびにとろけ合うオイルとピグメントの2層構造のリップカクテル。フレッシュカクテルのようにジューシーで美味しそうな色づきを叶えるのは、シェイクするたびにオイルに溶け込むピグメント、フルーツやナッツ由来の3種類のオイルをギュッと濃縮。こういうことですね。こういうこと。こんな感じで今シェイクして使うんですが、開けますよ。中にね、つくしみたいなのが入ってるのよ。うわっ、いい匂い。メロンみたいな香り。つくしクッションみたいなのポン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 して塗るんですよね。では塗っていきます。ツヤもあるし、発色もねしっかりするので、理想の唇の色を表現できる。まあこれ選んだのピンク系なんですけど、まあ、当時のティントはプチプラはやっぱり青みピンクしか発色しないぜみたいな感じで、デパコス価格買えばオレンジとかちょっとくすんだカラーも表現できるよみたいな感じ。こうサラッとしててでもしっとり、一番発色いいです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もう懐かしすぎて興奮してしまいました。皆さんもね、これ懐かしいとか、そういえばこんなのもあったよねみたいなコメントあったらぜひ残していってください。チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。